こんにちは、キクチャンネルです、今回の動画はですね、前回の動画の続きなんですけど、カップヌードルを買い忘れたので今から下にのコンビニまでおります。それではよろしくお願いします。はい、地元のコンビニでカップを買って、はい、これから春菜さんの方に戻りたいと思います。ほんと嫌になっちゃいますよね。来るとき変な道通ったからカップを忘れたんだと思うんですよ。それではよろしく。反対側から登ってきちゃいましてね、カップは忘れるわ、もう嫌になっちゃう。これから春菜さんを目指して登っていきます。お、前に2台 SS が走ってます。私はちょっとあれですかね、追いついていけないと思うんですけどね。でもまだ朝一なんで SS もね、そんなには飛ばしていかないと思うんですけど、まあついていけたらついていきたいと思います。とかね、後をついてって言いますけど、まあ向こうはゆっくり走ってるんだろうか。私はもうこんなもん限界です。もう少しすると見晴らし台があるので、そちらへちょっと寄っていきたいと思います。この春菜さんはイニシャル D の聖地なんですけど、藤原拓海でしたっけ、86を操るドライバーですけど、あの伝説の溝落とし見てきましたよ。確かにサイドに、ね、斜めに溝があるんですよ。溝っていうか傾斜になってるんですよね。まあ作者もよく考えて作りましたよね。感心感心。もう少しで見晴らし台に着きますかね。なんかね、逆光なんでね、かなり幻想的な風景ですよ。これから見たいと思います。手前に見える町がね、あれがね、渋川なんですよ。奥に見える山は赤城山ですね。なんかすごいですよね、もやがかかってて。春菜さん、いい感じですよ。見晴らし台です。
ね、見晴らし台ですね。最高ですよ。ここがね、メロディーラインですよね。いいとこがいいよね。あ、ここか。ここがいいよね。今カップのお湯を沸かしてます。はい、春菜さん到着です。こんな感じですね。お湯が沸くまでね、ちょっと春菜ご飯で、撮影したいと思います。はい、春菜さん到着です。こんな感じ。湯が沸いたんでね、カップに入れてから食べたいと思います。はい、そろそろできましたかね。はい、どうですかね。はい、できました。それではいただきます。今日はシーフードです。前回はね、醤油だったんですけどね、シーフードもうまいんですよね。で、こんな感じです。じゃあいただきます。カップも食べたので今山を降りてるところです。これからね、赤城山の方に行って本当はお風呂に入ろうと思ったんですけど、ちょっと時間が遅くなっちゃうので、これから赤城の方へ行きたいと思います。それではまた赤城でお会いしましょう。こんな感じね。こんな感じで赤城の大沼にやってきてます。これからね、降りてトウモロコシを買って帰りたいと思います。それじゃあ明日でね、お会いしましょう。大沼の方ではね、コーヒーをいっぱい飲んで、これからトウモロコシを買いに赤城山を降ります。それでは、焼きトウモロコシできましたよ。いただきます。ただね、出来が早かったようでね、さほどね、美味しくありませんでしたね。ちょっとがっかりですね。まあでも焼きたてなんで、とても美味しくいただきました。それでは帰りたいと思います。はい、皆さん最後までご視聴ください。ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。